高尾市、鈴見山区にある台湾鉄路管理局縦貫線の駅。地上駅時代は山東駅であり、貨物専用駅だった。縦貫線は、元は、西南方向の濁駅に向かっていた。1941年に高尾駅が現在の場所に建てられると、縦貫新線は大きく東方向へ進路を、鳥平東線に固まり、 駅とつながり、現高尾駅へ入るようになった。それと同時に、元の高尾駅は区別するために、高尾公駅と改名した。地上駅時代は、新旧住幹線が分岐するのと、高尾駅方向の線路を参戦にしたために進み、山駅構内の線路配置は非常に複雑だった。 長らく貨物専用駅として営業していたが、地下化工事に伴い廃止され、2018年に旅客駅として再開業した。高尾駅付近鉄道路線に地図2018年春の投票活動での候補は、鈴田出し単、大鉄鈴山、鈴山だった。大鉄は、相対式ホーム2名2線の地下駅。ライトレールは、 相対式ホーム2面2線の地上駅。駅北側、旧序立橋南側には留置線を備えている。2018年度は、同時期に開業した高尾市内の、新七駅では最も利用客数が少なかった。最寄り停留所は、現光寺。ありがとうございます。